すみませんね、お手間を取らせてしまいまして。いいえいいえ、たくさん買ってくれるお客さんは大歓迎だから。それにしても最近は雨が降ったり止んだりで鬱陶しいよね。洗濯物を片付ける暇もないよ。そうですね、梅雨時ですから。台風も近づいてるっていうじゃない。やだね、上陸しなければいいんだけど。ええ、まったく。やれやれ。ところでお客さん、ひょっとしてあんたも出版社の人？え？どうしてですか？先週の金曜日にもいたからね。ここでいろんな雑誌と新聞をまとめて買っていった人がさ。そう、なんですか？どんな人ですか？顔はあんまり覚えてないけどね、スーツを着た女の人だったよ。こっちが話しかけても手帳に何か書き込んでて反応はほとんどなしでさ、ちょっと冷たい感じだったね。どうして出版関係の方だと？手に持ってた封筒に出版社の文字がちらっと見えたからね。どこの出版社だったかな。気になるライバル会社の動向でも調べてるのかいって言ったら、そんなところですって言って、あとはだんまり。出版社だからあんたもそうかなってさ。違うのかい？いや、私は実は私、俳句が趣味なんですよ。手当たり次第に投稿したものですから、どれかに掲載されていないかと思いましてね。へえ、俳句を。はい、これで全部だよ。ありがとうございます。あ、お金はこれで足りますか？毎度あり。乗ってるといいね、あんたの作品。ええ、ダメだったら次も頑張ってみますよ。それでは。ただの偶然、それとも、しかし私と同じか。
呪われた村、ひなみ沢の悲劇、未曾有の自然災害は鬼のたたりか。こうなると報道というよりむしろ創作だな。冗談じゃない。低俗なことだ。それにしても2000人の生贄が気軽に書いてくれる。おはようございます。徹夜ですか？ああ、おはようさんです。ちょいと気になることがありましたのでね。おや？どうしました、赤坂さん。朝っぱらからなんだかご機嫌斜めのようですね。いい気分にはなれませんよ。これを見てください。ほうほう、これはこれは随分買い込みましたね。なになに？大地乾村2000人の死、深まるガス災害の謎、人災の可能性も、に、謎だらけのひなみ沢村、その謎を解き明かす、ですか？なるほど、なるほど。もっとも、謎を解くという割に、最後は、
真相は未だに闇の中で終わっています。しかも論証はデタラメで根拠がなく、真面目に読めば余計に混乱が増すばかり。何が解明だ。しかしどれも同じような内容ばかりですね。記事を書いているライターは同じ人なんでしょうか。さあ、いずれにしても自分で見て調べたものでないことが一目瞭然です。金をもらっているプロの記者の仕事とはとても思えませんよ。まあまあ、そう真面目に考えすぎずに。今時の記者さんは皆さんこんな感じですよ。足で情報を集めた時代はもう終わりな。しかしですね、大石さん。ああそうそう、こんな雑誌もあるんですよ。ちょっとご覧になりますか。今世間で一番人気のある週刊誌らしいですよ。掲載されてる情報が早くて安くて面白い。まあその分取材先から名誉毀損とかなんだのと訴えられてて問題も多いようですがね。はあ、夏のオカルト特集、お社様のたたり。ちょっと待ってください。これって、まさか。いやいや、私たちの捜査内容がそのまんま掲載されていますよ。報道規制をかけてるはずなのに、どうやって入手したんでしょうね。悪質な情報漏洩じゃないですか。一体、誰がこんなことを。さあ。ただ真偽はともかく、例の一連の事件は一般に公開されていないことを考えれば、警察関係者も裏で一枚噛んでいるかもしれませんね。にしても開始事件からそれほど経ってもいないのに、惨劇のことまで実に詳しいもんだ。感心している場合ではありませんよ。しかも紙面の足りない分はほとんどライターのいい加減な類推と創作じゃないですか。まあ世間の皆さんはそういう話が好きですからね。しかもオカルト特集っていう組み方が実にあざとい。噂好きというか、真実よりも刺激を求めたがる層を狙っている上、情報に対して正確性を期するという責任から巧妙に逃れている。ええ、このままだとひなみざわ出身者に対する否定的なイメージがどんどん広がってしまいます。そうなれば彼らは
ますます世間からの疎外感を高めて、我々の調査に協力することを拒絶するようになるんじゃありませんか。あり得る話です。それにしてもまあ、古式に乗っ取るお社様信仰の厄払いをここまで詳細に書いてみせるとは。地元民でもないのによく調べていますよ、この記者さん。荒川さんって言うんですか。覚えておきましょう。私たちとは目的も価値観も全然違うようですがね。リカちゃんのことか。大石さん、これってここまで影響が出ているとはね。これは予想を超える速さですよ。この情報が大メディアでも報じられるようになれば。過剰報道です。これではまるで魔女狩りじゃないですか。確かに、これでは雛見沢の人たち全てが恐ろしい犯罪者みたいですね。ことわざに人を見たら泥棒と思えというのがありますが、雛見沢出身者を見たら殺人鬼だと思えとでも言うんでしょうか。だから笑っている場合では。まあそれはともかくとしても、赤坂さん、私が言いたいのは妙にタイミングが良すぎないかってことです。と言いますと。いや、情報の流れるのが少々早すぎやしないかってね。しかも妙なところで段階を踏んで具体的だ。例えばこの記事、
なんで、こんなことまで説明を。爪に入った、ということじゃないですか？え？大小の騒動をあちこちで起こして、その原因やらを噂でルフ。そして最後はドーンと、派手な事件を起こしてたたりを演出。なんてね。恐怖は世間の注目を集めます。ええ、惨劇はね、人を魅了するんですよ。はあ、どういう意味ですか？この情報が操作されたものだとしたら、相手は恐ろしいほど頭が切れるみたいですよ。人心をよく心得ているんでしょうな。実にね。恐怖でしたかね。よく言うじゃないですか。人の関心をそらすには、より強力なもので関心を引きつけるとね。その間に真実は闇の中。そしてさっき言った爪ですよ。爪？奴らはおそらく最後の仕上げをしようと考えているんでしょう。まだこれ以上があるというんですか？ええ、俗に鬼の血を強く引いていると言われる御三家はガス災害で全滅したわけではありません。ですから御三家の一族の誰かが雛見沢から逃れてもなお必要にお社様に追われて、その末にたたり殺されたりでもしたらですよ、全国の人々がたたりは本当にあるのだと強烈に信じると、そう思いませんか？そうです、君吉の一族でガス災害以前に村から遠く離れたところに移住した一家がいます。この前の君吉夏美さんのご家族ですか？ねえ、今は君吉家のご家族さんが一番これから起こる悲惨な事件に近いのかもしれません。君吉家をさらに重点的に監視する必要がありますね。監視ですか？ねえ、もしもたたりに人の何らかの関与が本当にあったとすれば、その誰かさんは君吉家に接触してくると思いませんか？
知らん。まさか、大石さん。そのまさかです。さてどうしたものか。今君吉家には智恵ちゃんが言ってくれているんですよね。ええ。ですが大石さん、それに赤坂警視、状況的にお気持ちは理解できますが、お二人とも今回の件は少々請求に過ぎます。一つ間違えれば未成年者略取で告訴されても文句は言えなかったのですよ。いや、すみません、軽い感じで情報を聞き出すつもりだったんですが。軽い？大人二人がかりで聞き込みを行う、それだけで女の子には心理的圧迫です。もちろん彼女の家族もそうです。失礼を承知でお聞きしますが、もし警視のお子さんがその立場にあったら、警視はどうお感じになられますか？あの年くらいの女の子はすごく繊細なんです。私たち警察にとってはマニュアル通りの接触でも、やり方を間違えれば一生ものの傷になることだってあります。お願いします。いやいや、ずいぶん厳しく絞られちゃいましたね。しかし、見ない警部の注意はもっともです。私はその点で配慮が足りなかったと反省しています。ま、あの子の場合、それだけじゃないんでしょうけどね。とりあえず智恵ちゃんが戻ったらこの件について相談しましょう。それからです。はい。しかし大丈夫でしょうか。見ない警部は雛見沢出身者の調査活動には近頃あまり乗り気ではないように思われますが。まあ嫌な事件の連続でしたからね。介護センターのやつは特にひどかった。被疑者が3人の入居者を巻き込んで一緒に感電死ですからね。しかもあんな接触をした後ですから、君吉夏美は完全に警戒してくると思います。見ない警部には難しい仕事をお願いしてしまいましたね。ま、智恵ちゃんなら何とかするでしょう。なんせ元々は少年係の女性警官でしたからね。私たちよりも離れはしていると思いますよ。そうなんですか。だったら
いやいや、面目ない話です。私としたことが、有力な情報を得られるかもと思ってついつい焦ってしまいましたよ。うん。赤坂さん、ああ見えて、ともえちゃんはちゃんと言葉に責任を持ってくれる子です。力になってくれると言ったからには、それ相応のことをしてくれると思います。ですから、私たちは私たちで、できることを片付けましょう、ね。ええ。わかりました。あ、そういえば。